ラーメンスターっす。ラーメンスター、ラーメンの自販機だね。これあ、商品すべて冷凍食品です。うん、なので、ね、ご家庭での調理ですよね。なるほどね。でも全部有名なやつよね。有名なやつだってこれヘイタクシャンさんで一回食べたよね。カップ麺ね。お味噌は渋谷のね、お味噌センターの中うまそう。全部これすごいな。これ二房ガッツは二房ガッツ煮干しだ、煮干し系再現されてるけど、これが全部言えばそのカップラーメンとかにもされてるじゃん。名店の人気があるね。だけどこれは多分そのまま作れるでしょ。冷凍の、え、冷凍ラーメン食べたことない？温めるやつよね、そのスープが温めて。そうそうそう、あの鍋で美味しいよね。あのコンビニのやつとかでも、やっぱカップ麺とは違うなっていう。うわ、迷うよマジで。迷うな。どれがいいだろう。確かに。家系もあるね。いや、シンプルに。シンプルに言わそう。うん、そうね、吉祥寺。一食なの？うん。じゃあ食べたいので行くの？そうだね。順番によっては多分なくなるっていう。あ、本当だ。多分入らないんだよねこれに。あ、まあ、そっかそっか。うん、ちょっとでかいから。千円ガチャ入れてる。いやな、これガチャじゃないよ。ないもんな。千円ガチャじゃん。頼むマジで。うわ、まあ、何に当たるかみたいな。じゃあちょっとニボガッツ食べてみます。ニボガッツ。わかる。いいね。けどロブスター味噌もない。このね、味噌ロブスターね。ニボガッツ気になるな。いや、みんな何にする？もういいよ、行くよ。俺もマジこの2択だったんだよ。いや、そうね、ニボガッツかロブスターかなと思ってる、うん、俺もロブスター気になってたな。ロブ？いや、じゃあイエケマックスで、素直にカートエってあるよ、なんかカートエ何それ、まとめ買いってこと？カートできる、カートでいいんじゃない。結局ちょっとあの、うめんだよ結局ね。わかるわかる。武蔵屋、あ、どんな感じ？やば、かっこよ。あ、へ、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね。一緒だね、ちゃんと。あ、ちゃんと一緒だね。ほんとだ、いいね。すごい、うわ、いいじゃん。私立小学生軍団が見てますね。みんなやっぱ大人の精神だから。大人は自販機で買えるのか。君たちは買えないから、ね。買い食いでき、買い食いダメだからな。親に怒られちゃうから、俺ら怒られないからな。うわ、悩む。え、どっちがいい？うわ、俺もでも正直ロブスターか、俺もでも武蔵屋が気になった。そう、これ入ってんのかな？これいるのか？これ入ってんのかな？冷凍でこれいるってこと？いたらそういうことなの。でも見てみたい。まだ、あ、ちょっとどうなる見てみたいから。俺行っていい？これ。あ、行っていい、行っていい。どうなる見てみたいわ。6番。さあどうだ、うん、ルカ頼む、ロブスター。なにこれ。おお、写真は、写真はある。あー、ロブスターはさすがにないか。あー、まあでも大きさとかそういう問題だと思うよ、うん、ロブスター仮面は入ってる、仮面は入ってる。いやでもすごくうまそう。これ自分で、そう、なんかお母さん冷凍で、そうそうそう、そうそう、そうそうそう。でも人に作ってもらって1000円だったらさ、でも家だと自分のなりに好きな感じ、味とかね、好きなタイミングカスタムできる。働き者だからいいね。俺ら作りますから、ね、年寄りはさ、家で、はい、本当のラーメン食べたいよね。まあもちろんね、本当でも結構簡単なんですよこれ。うん、そうですね。家で食べれるっすよ。って言うならどれが一番美味しい？今気になってるの、お母さんが。煮干し。ロブスター。煮干しラーメン。から魚漬け。からからから。昔のないのかね。カニ味噌。ね、昔の味噌ラーメンとかバター入ってんだよね。結構ね。いわゆる確かに。多いかもしれないですね。確かにドストレートはあんまない。違うんだね。うん。味が違うんだね。じゃあちょっとお母さんちょっと選ばせてもらっていいかね。嬉しい、よかった、嬉しい。僕らもう30になりますよ。今年30、僕ら30ですよ、もう。意外といい年で、すいません、はい、言っちゃった、お母さん、バドだった。あ、京都大学に受かった。えぇ、ー、京大？おめでとうございます。すごい、頭いいじゃない。聖光学園で、へぇ、いやだから高校、え、
僕ら全然そうなんですよ。でも嫁さんお嫁さんもところじゃんか。ちょっとごめんね。あ、いやいやいや。変なタイミングだ。何があったか。タイミングでいい。いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうお母さん。お母さんよろしくね。パンちゃんえ？お母さん娘さん。お孫さんか。お孫さんか。お孫さんに。ねえ。よろしくね。バイ。いいね。またね。さすが赤羽です。ニボガッツ。あ、ニボガッツ、はい。俺もこう出て欲しかったな。終わるな。なんか確かに。でもここのあの注ぐのが見て名称。味濃いめ、油多め、固め、海苔多め。あ、わすげえ。一番好き。一番好き。固め濃いめ。最高。だこれを店頭で言わなくていいっていうね。確かに。ちょっとあるもんね。いいね。よし。じゃあまあ持ち帰りますか。オッケー。はい。せーの。ああ。何してんだよ。痛い。ワープ中にお前。もうせーのって言い始めた時点で、いや飛んでねえだろって言おうと思ってたのに。いろいろややこしくなったよ。空中で上にバウンドしたから。確かに。どういうことだよ。ワープ中ガラガラって。びっくりした。着地ミスった。着地ミスった。浮遊ミスってんだよ。危ない。しがみついたんだけど、みんなに。ちょっと話したの。危ないよ。ワープホールからお前気をつけろ。ポイントずれたじゃないか。ワープずれたらマジ一緒帰ってこれなかったのよ。でもよかった、手元にあるよかった、よかった、落とさず持ってこれありました、はい、持ってこれました。自分の頭に置いてください。そして、ね、ラーメン屋スタイルで、はい、一人家庭家みたいな格好ですけども、ね、それも全部ややこしくなるよ。はい、で鍋も、はい、しました。いいっすね。でスープはもうちょっと先に やりました。はい。あっちにもあの入れてきました。鍋が足りないからね。先に、はい、やってきました。スープはまた麺茹でるだけだ。はい、はい、じゃあ家系ね、これ家系で煮干ガッツ煮干し系、うん、はい、で、濃厚ロブスター味噌ラーメン、はい、はい、これだけね、パケがないから。だから分かりやすい、ほうれん草、ほうれん草が家系だな。家だな、間違いない。はい、茹でていきます。そうだね、茹でていきましょう。茹でいくさ。よしよし。あ、よし、あ、それは危ない、怖っ。茹で真下になるの。茹で真下ていくか。茹でていくか。麺が茹だってるところに、こう、あ、いいね、いいね。なるかどうかやってみる。やってみる。やるだけやってみる。やらないかもしれないね。茹でていきます。さあ、オッケー、あれ僕の、はい、立ちました。茹で上がりました。立ちました。立ちました。立ちました。そのね、連絡です今。タイム。みたいな感じ。立ちますみたいな。まだ。僕行きますもん。まだ、まだ輪ゴムしてないもんね。輪ゴムしてない。いや、知るだんよね。よっしゃ、じゃあまあ上がったんで。はい。行きますか。湯切りしてます。そしたら。湯切りする。いいね。気をつけな。ちょっと狭いな。それしょうがない。どうした？飲むね。行くぜ。行け。大丈夫か？あいよ。あいよ。ギルギル入ります。やります。いらっしゃいませ。させ。あいよ。切って切って。スープは。スープは。まずスープは。スープは。スープはどこ？スープは。スープあったあったあった。スープは。自分のスープは。オッケー。スープ入れるぞ。準備して。オッケー。ちょっと待ってくれ。置いて。オッケー。オッケー。危ない。危ない。どこ置いてんだよ。ほら、ハサミ。ハサミある。ないよ。あるよ。ないよ。ハサミ。ないの？ないの？ないよ。ハサミ。はい。ないよ。あ、やるぞ。ハサミやるぞ。ないよ。オッケー。よし。で、スープは。スープ。ないよ。じゃあ。で、あれはあの。ああ。マジでさ。うるせえこいつ。よし。オッケー。うわ、すごい匂い。煮干しの匂いだ。オッケー。箸は。あいよ。やろ。やろ。よ。あいよ。あいよ。やろ。よし。オッケー。あいよ。はい。あいよ。煮干し。あい煮干し。はい。はい、煮干し少々。はい、煮干し上がり。はい、お待ち。はい、お待ち。はい、煮干し。はい。そしたら、ゆっくり。ゆっくりどうする？タロウそのまま行く。じゃあこっちお願いします。お願いします。
はい。あいよ。ノコロブスター。ノコロブスター。ゆきお願いします。ゆきいきます。お願いします。スープお願いします。スープ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 です。これこれこれでいいの？それかもしれない。それです。これでいいの？それです。サブスープです。おいよ。あいよ。あいよ。ロブスター一丁。うわ。多めで。減った。高井さんちょっとスープ減ったわ。めっちゃ減ってる。あ、おい、ふざけんなよ。あや、あや、ロースターいこう。なんて言ったの。ゆきりいっちょ。ゆきり、あや、いらっしゃいませ。いらっしゃい。いつもありがとうございます。3本、3本残ってます。3本、3本、オッケー。あっちいち、あっちいち、あっちいち、箸使えよ。あっち、箸、箸か。俺これ作ってきます。これ麺をあげてきます。オッケー、あげてき。よっしゃ、行くぞ。いつもありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ。あれ、ロブスターラーメンちゃん、ロブスターラーメンちゃん、ラスト、ラスト、ラスト、行くぞ。やら、すいません、これ、じゃあスープをやる前にこの器を温めてください。これ器、器、器を温めてください。ちゃんとね。あー、なるほどね。オッケー。わ、ちょ、なんだこれ。こういうこと？行くぞ、ほら！行け！うつ、温めなさい！うつ、温め！そんな温め方すんだ！行けらべ！行けらべ！お願いします！行ける、ほら！うつ、よっしゃ！よっしゃ！オッケー！よっしゃ！ゆきりでしょ！いらっしゃいませ！いらっしゃいませ！いつもありがとうございます！いらっしゃいませ！ありがとうございます！天空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 ！オッケー。天空！天空！アイクね。一人だけアイクね。すべ、よっしゃ！じゃ、ウェビーなカービィになった。よいしょよいしょ。あ、よいしょ。下手くそ、下手くそ。よいしょ。お、チャーシュー巻いてる。お、チャーシュー。よいしょ。オーケー。よいしょよいしょよいしょ。オーケー。めちゃくちゃ雨のだけ少ないよ。オーケー、いつもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。行ってください。はい、はい、行きなめいっちょ。よいしょよいしょ。ありがとうございます。よし、揃った。しゃ、はい、行きました。いつもありがとうございます。完成完成。よし、じゃあその後もろもろみんなトッピングして。トッピング、これありますか皆さん。あ、そうだ、海苔、海苔やら何やら、海苔やら何やら。うわー、すげえ匂いだな。やっぱ3つ合わさってるね。あ、すごい、最高です。俺のトッピング出るのか。お前、俺何もなかったです。めちゃめちゃいるぜ、釣り。ちょっとください、それ。ちょっとください。じゃあちょっとやる。ありがとうございます。やるぞ。ありがとうございます。感想の乾杯ラーメン、ありがとうございます。共同作業だ、これ。ありがとうございます。よいしょ。よし。あ、海苔いっぱい。いや、もう大丈夫。あ、海苔いっぱいある。海苔がめっちゃある。あれ？いいですか？いいけど言えば。お、それデフォルトか、お前、それデフォルトですか？まだある。ほうれん草、ほうれん草。そしたら、いいけど言えばの。遊びいるか？遊びだね。はい、ハサミ入ります。何もしないでください、また。オッケー。何もし。近づかないでください。よっしゃ。よし。よし。くずい。完成。お、上がりよ。上がりよ。上がりよ。無敵やろ。家でラーメンだ。そして、ニボガツだ。ノー、アイデアなんとかさんだよ。いやいや、おい、おい、ニボガツ、リョウがアイデアさんだ。あ、リョウがアイデアさん、リョウがアイデアさんです。ニボガツ。そして、小木沢さんの濃厚ロースターミスラーメンだ。一丁おぐり、おぐりよ、おぐりよ、うぇー、じゃーん。よっしゃー、来た、飛んでた今。ナイスアップ。低空だったな。はい。あ、ちょっとトッピングもしてね。わ、普通にね、トッピングさせて。すげえな。いや、マジでさ、お店のじゃんか。すごい。いや、もうなんか嬉しい。お店、こんなんか贅沢してるような。家で食えてるっていう。これすごいわ。いや、家で3点並んでるわけだから。ああ、別々のね、ラーメンが。そうそうそう。すごい。そんなことなかなかないよね。匂いがマジで。店内って感じするんだよな。いろんな匂いする。何系とかじゃない。マジ全部の匂いする。家系もそうだし。煮干しもな。煮干しの。マジ全部混ざってる気がする。全部違う。すごいよ。くっせえな。いい匂いだ。うまくせえな。意味でくせえな。うまいなって得てして臭いから。よっしゃ。うわ、最高。はい。いただきますか。食べましょう。じゃあ、どんなもんじゃ。どんなもんじゃ。いただきます。いただきます。それ。お店でした。うまい。うわー、あ、うまい。いいね。やっぱりうまい。激うま。うま、あ、濃いわ。煮干ししっかり、これガッツリきてるよ。エビの風味、えぐ。
これなんか濃縮スープとかじゃないもんね。直だもんね。直。だからやっぱ、凍らしたやつ。ちゃんとお店のあれになるんだろうな。麺は、うん、どうでしょう。うん。あ、うまい。うまめ、あ、うまうん。うん。あ、うめえ。ああ。いいね。測ってよかったね。ちゃんとね、やってよかった。うん。え、これ自販機のクオリティなんだ、これ。すごいよ。そうね、そうだよ。これ自販機だよ。ですよ、もうこれやばい。うん。うん。ヘイタクちゃんさんいる？この本。的だ。いる？あの襖の穴。あごか。あご。あごモノマネ。あごだけ出てる。あご出てない。うん、め。どんなすんのニボガツ？いこのもむ。どうまあいっぱいあるからさ。うん。元気だね。なもう本当にもう煮干しをガッツリいわゆる本当にパワー系煮干し。うんうんうん。感じの袋切った時点ですごかったよ。うん。匂いが。ちょっと煮干しも結構入ってたのかな、なんかドロッと一気に出てな感じだった。ザラザラしてる感じの。うん。うまっ。まで醤油も効いてて、これめちゃくちゃうまい、うん。ロブスターもすごいわ、やっぱ。あ、ロブスター、ね、エビ感じる、ロブ感じる、ロブ感じるね。めっちゃやっぱ多分ロブスターの味噌のさ、エビ味噌みたいな。あら。そのもう、うまみがもう。匂いすごいわ、ちゃんとその、ここで飲んだら、もう、エビの香りしかしない。もう、煮干しとかもいなくなる。あの、前食ったやっぱカップ麺より、いやもう全然全然。やっぱり。エビの頭ぐちゃぐちゃにして、こしてるみたいな。ああ。うめ、あの、カップ麺のやつもね、美味しかったけど。あの、うまいからね。うん、もっとエグやっぱ。はい。冷凍ラーメン美味しいよな、うん、うん。土日とかな、風味の休みに、なんか店舗じゃなくこういうのあったら、うん、こっち選んじゃいそうだもんな。うん、ああ、そう。だから好きなトッピングもできるし、うんうんうん、好きな濃さとかも。しかも、何よりそう、俺も並ばなくていいなって思っちゃった。うんうん、チャーシューも入ってるわ、うん。ほんとだ。それは、もともと入ってるやつ。うん。うん、うん、うまっ。めちゃくちゃうまい。うん。うめえ。両替アイディアさんって、都内あんのかな？いやー、どうだろう。でも、あの自販機に入ってるやつは、基本的には、そういうやつだよね。あるのか。でも、どっか、都内。都内で、有名なお店ってことでしょ。うん、まだ出会ったことなかったからさ。うん、でここで食べれて、なんかある、店も行ってみたくなる、なんか。うん。なんかこの、食ってるビジュアルがいいね。うん、あー、ほんの。ドカタみたい。休憩中。確かに、うん、いいな。ね、バビロンさんみたいってこと？いや。そうや。あるあるやってるけど、ドカタの。ドカタある。ニボが。ノリじゃない？ノリが。ノリか。怖。うん。結構具が結構入ってない。うん、いや普通に多いよね。うん、ゴロゴロしてたもんね、スープの中。うん、そうそうそう。嬉しい。おみそばはこっちはさ、うん、もうマジ本当にストレートにスープと麺だけだから、うん、だから逆にトッピングを自分で、まあ、いろいろ自由に好きなやつをね。なるほどね。だからそういうのも調べてもよかったかもね。そのお店のやつ調べて、うん、多分おすすめのやつがあるじゃんか。確かに。うわ、ご飯欲しい。いや、もうこれ、ね、これ見ててめっちゃ思った。全部米と合うやつだもん。飯行きたくなっちゃうな。米進むラーメンだな、これは。あ、いた。え、あ、具入ってる。具いる。すいません。いました。どう、チャーシューいました。どう、その既存のチャーシューは。見つけました、僕。あ、うん、めっちゃうまいです。じゃあ半笑いで言っちゃうとさ。いないと思ったからさ。あ、まあ、うん、サプライズじゃん。うん、嬉しい。うんうんうん、いいね、ラーメン。うまいね。休みの前の日とかに買って、休み家出ないで食えるの最高だな。いい、ね。
変な話これ深夜とかでも食えちゃうわけでしょ。ああそうだね、そういえばそうだ、もうお店やってない時間帯でも食えるっていうの確かにすごいね、うん、まあ一応割なんか1日何食ずつかあれ決まってんだよね、うん、あー自販のやつだね、うん、いや事前に買っといて、買っとかないといけない、うん、あーうまい、うまい、これうまい、うん、冷凍ラーメン、まあ結構食うからあれだけどさ、うん、なんだろう、カップ麺よりは手間だけど思ってるより手間じゃないよね全然だってこのスープも、ね、そう袋のまんま優先する、そう優先するだけだから意外とハードルね、そんなに高くないから、うん、いいね、うん、欲しいわ、うめ、米欲しくなるな、ほんとに、そういうのカップ麺でやっぱそのスープ飲めをしてうめってあんまりならないもんね、うんこれ確かにスープ堪能したくなるラーメンがちゃんと、うん、いいな、めっちゃビジネスジャンプとか読みたいなビジネスジャンプ普段よりワンランク上というかちょっといや女なんとか女にあるから、ああラーメン屋さんにね、うん、何も知らないでどれもいいね、ボロボロの静かなるドンとか、ね、ボロボロのすぐは動けないから置いてあるね、あるね、別に携帯見てツイッターのとか別にそんなんじゃなくてもなんかほんとこんくらいの分厚い漫画みたいなコンビニでしょ、ね、落ち着いたら出てきたよ、うん、いや最高だ、うまいね、うん、うわ水とスープの無限ループ入ったの、うわ天一でやるやつだ、うん、ああうまい、スープね水ね、そうスープうまいと水進むような、水がね、うわーマジうまいスープ、うわ、くせぇ、確かにいいよくせぇくせぇ、いや、くせぇくせぇ、ちゃんと、ちゃんと出てるってことだよね、くせぇ3くせぇ、はい、うめぇくせぇ、煮干しも、煮干しもなかなかよな、臭いねどれも臭いねうまいね最高だね、銭湯来ました最高の一日じゃんか、ちょっと作業しましたからね、あっ、お願いしますか、そしたら休日だった最高よ、ね、最高の休日、あっ、お願いしましょう、終わりですけど、ね、ゴールデンウィークの連休のお過ごし方これでね、はい、最高一日7店舗行きますね、行きますから、せや、はい、ありがとうございました、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、あのおばさん元気かな、おばちゃん元気かな、孫が兄弟いるかな